バンデューマル。バンデューマルは、幕末期、江戸幕府が所有していた軍艦の一つ。また、日本海軍初期の軍艦。元は、イギリスの王室ヨットで、ビクトリア女王から、江戸幕府に贈呈された。木造スクーナー型蒸気船。長さ23件、約41.8メートル。幅3件、約5.45メートル。深さ1畳7尺、約3.23メートル。 排水量370トン。半量。万流管、あと、来年。安政5年、1858年7月4日、日英修好通商条約に調印するために、来日した英国施設エルギン伯爵、ジェームズ・ブルースにより、ビクトリア女王の名において将軍に寄贈された。バランスの取れた、美しい姿で、浸水当時アメリカの新聞に、 イラスト入りで紹介されている。小型で、スマートな快速遊覧船ながら構造が頑丈で、幕府はこの船を奉還として使うべく、幕府海軍に組み入れた。本来、ロイヤルヨット、王室の優先であるため内装は目を見張るほど、絢爛豪華で、階段、手すりには彫刻が施され、壁一面を埋める鏡も設置されていた。鏡と気づかず、ぶつかった。 幕府役人もいたことが記録されているが、この鏡は、函館戦争の松前攻略の際、砲台からの砲撃で壊された。十分な手入れができなかったために、函館戦争の頃には、内装外装ともに美観が損なわれていたという記録があるが、他の艦船がまだ窒拙な相関によって、しばしば座礁や接触などのトラブル記録している中、万竜丸にはその類の記録はない。 慶応四年1868年4月11日の江戸城無欠会場にあたって新政府軍への譲渡が約束されていたが海軍副総裁江本武明が天候不良などを理由にこれを延期した上最終的には拒否徳川義信を寸府に移送する際の上官として使用した後8月19日深夜20日には松岡万吉を官長として開き高まる 回転丸、新速丸、関林丸などと共に、幕府海軍が闘病してい、品川沖を脱出した。その際台風に巻き込まれて、沈没寸前になったが、1ヶ月をかけて江ノ元、海軍と合流を果たし、江戸地に渡り、箱館戦争においては、江ノ元、箱館政府海軍の主力艦となった。寄贈した英国が、エンペラー、寄贈当時、 日本のトップは、ミカドではなく将軍であると認識されていたので、将軍を指すと命名していることからわかるように、将軍用遊覧ヨットとしての寄贈だったと思われるが、世情がそれを許さず、軍艦に組み入れられ、実際に将軍、大政奉還後ではあるがが初座上したのが駿府へ、移送される時だったというのは、皮肉ある。一連の箱立戦争では、敵味方双方の文書に、 松岡艦長の総監の匠しさと、冷静な指揮ぶりが記録されている。艦砲射撃で正木城白攻めなどを援護した後、明治2年、1869年3月25日の、宮古湾海戦で、暴風雨に遭い、両艦とはぐれた時に落ち合う約束だった、サメ港、八戸で待機したため三千人は至らなかった。この暴風雨の際も、艦長、 松岡万吉は、総戦の名手で、ロープ一本損なわれなかったと、乗っていた、林氏が書き残している。このキロ、新政府軍の鋼鉄艦の追撃を受け、速力差、機関力の差で逃げ切れないと観念し、一艦で、雪原攻撃を挑もうと戦闘準備をするが、鋼鉄艦の射程に入ったあたりで絶好の順風が吹き始め、搬送で追撃を振り切って、函館に戻った。 同年5月11日の函館総攻撃では、弁天台場や、機関故障のため走れず浮き放題となった海天丸に、援護されながら、一艦で新政府軍艦隊に応戦。新政府軍艦朝日丸の火薬庫に炸裂弾を命中させ、朝日丸は大爆発を起こして2分で強沈。旧幕府軍の士気を一気に向上させた。その後万竜丸は新政府軍の集中砲火を浴びた。 これに応戦し続けたが、午後になり、弾薬が完全に尽きたためやむなく体幹を決め、弁天台場下まで退いて、浅瀬に乗り上げさせた。乗組員は機関を破壊後、艦長、松岡万吉が、後に用いることもあろうと放火を禁じたため、自焼きはしていない、弁天台場付近へ上陸、敵中を横断して、台場に入った。同日、新政府軍の手で、万竜丸は放火されたが、 火災は帆柱を炎上させるのみで船体にはほとんど引火せずそのうち帆柱が折れバランスを崩して横転し進化した。その後イギリス人により船体が引き上げられ上海で修理される。この際帆柱の数が三本から二本に変わり甲板上に大きな船室が作られるなど船体上部がほぼ心臓される大規模な回収を受け姿は大きく変わって 往年の優美さは失われた。明治六年、1873年に、開拓士が購入し、来電丸と名を改める。明治年、千年、1877年、日本海軍の軍艦となって、来電、艦と改名し、横須賀に配備された。沢太郎左衛門の息子、沢勘の城も、練習艦として乗り組み、一度石垣に衝突したが、石垣が壊れて艦は、無事だったと、 その堅牢さを語っている。明治二十七年千八百九十四年発行の第二本帝国軍艦長によると、この時の溶木は、排水量三百七十トン、水線長四十一点四七二メートル、幅六点九六零メートル、喫水二点八九六メートルであったという。明治二十一年千八百八十八年一月二十八日に廃艦となり、 高知県に無償で払い下げされて、捕鯨船となる。その後さらに、愛知の汽船会社に買い取られて、商船となり、明治30年、1897年、大阪の木津川造船所で解体された。解体時、木村海舟がその木片をもらい受け、半量と書いて飾った。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。